皆様こんにちは。以前ですね、ロシエル円結晶の育成からクリスタルマイクの実験まで動画作成、いたしましたけども、今回ですね、ようやくあのクリスタルマイクが、完成しましたので動画にまとめてみました。実はあの先月このマイクは完成していたんですけども、と動画作成がちょっと遅くなってしまいました。まずはですね、これまでの実験経緯を簡単にお話しいたします。クリスタルマイクを作るために酒石酸ナトリウムカリウム、これですね、こういう粉末から飽和溶液を作りまして、ロシエル円結晶をこういうふうに育成しました。この結晶を使ってですね、簡単なマイクロフォンの実験も行ったんですけども、実際の無線交信に使えるマイクにしたいなということと、ロシエル円結晶がですね、どこまで大きくできるか、つまり育成ができるかということで、結晶の育成をその後も継続してやっておりました。結果としましてはですね、この大きさで育成は終了です。だいたいこれ、44mm ですね。クリスタルマイクにつきましては、実際にですね、無線機につないで無線交信にも使うことができました。今回の動画の内容としましては、まず最初にこのクリスタルマイクのデモを行いまして、ね、その後あのロシエル円結晶とかマイクの構造構成部品、またあの試行錯誤した内容ですね、まあこれとか、まあこういう感じですね、お話をしていきたいと思います。それではあのデモンストレーションしたいと思います。これはマイクロフォンですね、RCA ジャックで、接続してます。マイクアンプに入力して、これ八重洲の FT75 10W 出力の機械ですね。これがあの、パワー系ダミーロードにつなぎてます。それからこれがモニター受信機です。今あのパワーメーター、これ 20W のレンジですね。これ 10W の機械ですんで、123、こちらが ロシエル円結晶のクリスタルマイクですけども、音声の振動をダイヤフラムからロシエル円結晶にあの伝達して、そのピエゾ効果、まあ、すなわちあの圧電検証によって発生した電気信号を、マイク信号としてあの出力するものです。ロシエル円結晶は酒石酸ナトリウムカリウムから飽和溶液を作って、ちっちゃな種結晶から育成して作っていきます。こちらはですね、確かあの2、3週間ぐらいで取り出した結晶ですね。で、こっちはあの1ヶ月半くらいです。ここまであの育成はできたんですけども、1ヶ月半を過ぎてから、中で、あの水の中で砕けてしまったんですね。他にもいくつもあったんですけども、バラバラに砕けてしまいました。これが最後に残った大きい、ロシエル円結晶ですね。本来であればもうちょっとですね、透明な結晶であるべきなんですけども、まあ、これはところどころ筋が見えますよね。この状態からですね、クリスタルマイクを作るためにこれを薄くしなければいけないんですけども、あんまり薄くすると割れてしまうので、今回の研磨はあの厚み1ミリぐらいでやめておきました。もっとあの多分薄い方があのいいと思います。
次に筐体とダイヤフラムについてなんですけども、まあ、いくつかの材料を集めて試作実験、やってみました。最終的にはですね、このプリンの缶、プリンを焼くためのこういう鉄製のケースを選んでます。で、あとダイヤフラムはこういうペラペラのアルミホイルではなくて、こういうあれですね、こういうちょっと固めのアルミを使いました。最初ですね、こういう材料も使おうと思ってたんですね。ただこう叩いてみてですね、こういう材料が材質がいいなと思ってました。アルミだとですね、こう表面が良くない気がするんですね。こうボコボコした音じゃなくて、こういうチーンとした材料、まあこれを選びました。このシーチキもちょっとあんまり良くないですね。これはもう組み立てたのでちょっと音はしないんですけども、これ鉄製でこう組み立てる場合はこう叩くとですね、チーンという感じの、ここまで綺麗じゃないですけど、こういう風な音がしておりました。私のイメージとしてはテンションが弱いダイヤフラムであったり、筐体の共鳴がいまいちなこう材料では、まあ、いい音は出せないではないかと思っておりました。 D-104 の、クリスタルマイクとか、ターナーのこのクリスタルマイク、これ結構固めのアルミが使われてますね。これはどういうふうにこの形状にしたかというとですね、まあ、こうカーブを描く形にするには、でこうカーブをつけてカットして、まあ、こういうふうに、しております。次に構造なんですけども、この中央部分ですね。これと同じような感じでこうあるんですけども、中央の部分というのは、まあ、アーマチャー、まあ、ちょっとこれ失敗作ですけど、まあ、こういう形状のものにこうつながってまして、そのアルミの振動をここを経由して、まあ、ロシエル円にこう伝えます。現在クリスタルマイクエレメントとして売られてる内部構造のようにですね、ちょっとこれも失敗作ですけども、ロシエル円の表面にここの部分にですね、アルミをセンターの部分、アーマチュア経由じゃなくて直接接着する方法もちょっと試したんですけども、どうも芳しくありませんでした。クッション材料を、周りにつけてこうやったんですけども、音声信号がうまくこう受けられない、伝わらない構造ですので、これは却下です。で、振動を受けると。で、ここがXLR、こういう形でちょっと作ったんですけど、配線としてはですね、ロシエルの上側ですね、ここがグランドになって、裏側が信号線、こっちにつながってます。そういう構造を取ることによって、全体がですね、こう、シールドになりますので、ハムを軽減できるのだと思います。ここにですね、この表と裏に電極つけて、まあ、例えばこういう電極をつけたとしますよね。まあ、叩いた瞬間、電圧波形は観測できるんですけども、音声信号を拾うようなマイクにはとても使えないんですね。実はですね、金箔を貼ろうとも、試みました。非常に薄いです。こういうやつで、こう、簡単に、こう。で、金箔をニカで貼る方法は、取り扱いが非常に難しいのと、ハンダ付けするっていうのは、もうこう見てもわかる通り、こう、薄すぎてダメなんですよね。これ、うっかりですね、この辺、散らばしますと、テーブルに貼り付いて、アートができてしまいます。ハンダ付けするには薄すぎるので、またこういうアルミホイル、これいいと思うんですけど、これちょっとハンダ付けできないので、結局は銅箔テープ
を使うことにいたしました。いかがでしたでしょうか。実際にマイクロフォンを自作しなくても多少なりとも、ご参考になったのではないかと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。